らっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆様こんばんは、元美容部員の和田さんです。いらっしゃいませ。本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日の動画はパステルカラー系のシャドウの上手な使い方についてご紹介していきたいと思います。それでは本日もどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。はい、本日なんですけれども、和田さん今日はですねアイシャドウ以外をメイクしております。ということはアイシャドウのお時間です。ということで本日はこちらですね、単色シャドウの使い方についてご紹介していきたいと思います。結構インスタグラムとかツイッターとかで企画のご参考にさせてもらう意見をね募集するんですけれども、アイシャドウの綺麗な発色の仕方がわからないとか、単色シャドウをどうやって塗ればいいかわからないっていうお声があったので今日は具体的にご紹介していきます。単色というかちょっと2色は入っているんですけれども、基本的にはこの下はちょっと無視していただいて、夏に出てくるこの紫とかブルーとか一色系のシャドウをじゃあどうやって塗るのかっていうのをご紹介していきたいと思います。それでは本日もどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。はい、皆さん普段はどんなアイシャドウをお使いでしょうか。これからの時期ですね、春夏グググーっと増えてくるのが単色シャドウですね。まあこれはちょっと2色なんですけれども、まあ、こういった1色タイプでパステル系とか明るめの色っていうのがすごく増えてくると思います。ちょっとその塗り方についてちょっと簡単なテクニックをご紹介していきたいと思います。アイシャドウのメイク前にですね使っていくのがこちらのワセリンのジェリーリップですね。まあこれいわゆるワセリンって全身に使える保湿クリーム、まあオイルをこうちょっと柔らかくしたようなものですね。こんなそんなにベタベタしないんですけど、最初の時点で軽くリップにつけて、まあ、その後ですね目元に軽くこう乗せておくとですね目元も保湿されて、よくありがちなアイシャドウのこうパッケージで見るとすごい綺麗なこう発色なのにこの色が出ないということが今のテクニック一つで解決されちゃいます。こういったいわゆる上の段のね明るいカラーとかってなんか使いにくいっていうこう印象を皆さんお持ちみたいなんですけれども、なんで使いにくいかっていうとですね正解がわからないからなんですよね。私もこれどれぐらい出るんだろう、どれぐらい出るんだろうっていうのがわからなくて、でも実際ですねこの見たまま発色が出たとしたらすっごい綺麗じゃないですか。でそれに必要なのは目元の土台がしっかりと保湿されていること、そしてくすまないことが重要になってきます。でそのためには今事前に塗ったワセリンで土台を作って保湿をしておくっていうのがかなり重要になってきます。でねこの上からこのぐらいつけたら、塗るポイントなんですけれどもこすったりとかすると色ってくすんでしまうんです。なのであんまりこうこすらずに柔らかくタッピングしていきます。もうすごい綺麗じゃないですか。これだけです、これだけで。重ねる時も横にスライドはさせないです。縦に縦に、上まぶただけにつけるとどうしても違和感が出てきてしまいます。なのでおすすめなのはパステル系のカラーは意外と囲めるっていうところなんですね。一般使いの多いブラウン系のシャドウとかで囲むと結構濃くなるイメージがあったと思うんですけれども、これからの夏可愛らしいのはやっぱりパステル系のカラーで目元を囲んであげるっていう作業ですね。でこんなに綺麗にね発色すると、まあ、全然雰囲気が変わってきますよね。でサイド自体これ結構低くてパステルっぽい感じのカラーなんですよね。でなので囲みメイクが意外としっくりくるんです。ちょっと反対側こちらのブルーもやってみましょう。大事なのは、見たまんまの発色をさせることなので、裏技くんのワセリンくんがあればどなたでも簡単にこの発色ができると思います。ワセリンって割とこう表面サラッとするんですけど、その上にさらにパウダーをこうトントンとスタンプしていくので本当に落ちにくいです。これはねぜひちょっとやってみていただきたいと思います。上まぶたはちょっと指がおすすめなので指でトントントンと使っていきます。もうね本当にね感動しますよ。多分こんなに綺麗に発色出るんだったらもうねこういうカラーのメイクいっぱいしたいですよね。はい、で中央は縦でこうやって入れてあげても綺麗につくと思うんですけれども、横際の部分とかは横で指入れてあげた方がいいので、大事なのはこすらないで同じ
位置でタッピングしてあげることですね。タッ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 、横にしてもタッ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 、まさに、ワセリンの上に表面にこう乗せてスタンプしていくような感じです。すごいね、このカラーメイクをナチュラルに使うポイントなんですけれども、二重幅のみにこう色を置いてあげて、トン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 と、で、あの眉下まではこのカラーが来ないようにしてあげるっていうのが、あのナチュラルにこのカラーメイクを使いこなすポイントです。感覚的には幅広くのせるというよりは同じ場所にこう重ねてトッピングするっていう感じで、広く広くっていうのはまあいかない方がいいですね。最後なんですけれども、下まぶた、下まぶたにカラーを入れるときは必ず黒目の横ぐらいまでにしてあげてください。そこからこうぼかすようにしてあげてください。なぜかというと、この締めまぶたの目尻の部分って目元がくすんでいる可能性がすごく高いです。で、こういったカラー系パステル系の色味をもともとくすんでいるところに入れてしまうと、すごくこうあの違和感があるので、拡張できる部分、明るくしたい部分にのせるっていうのがおすすめです。なので幅広い上まぶた、そしてふっくら見せたい部分だけに入れるっていうのが一番馴染むコツかなと思います。はい、ということで今、それぞれちょっとパステルカラーのシャドウをね、使ってみたんですけれども、これに合うチークってどんなものって、紫とかブルーとか、まあ、ちょっと明るめのパステルブルー、パステルパープルとか、ちょっとこの夏すごく多くなってくると思うんですけれども、そういった系統の色味に合うのはやはり同系色の青み系のピンク。何でもそうなんですけれども、私はメイクで合わせるときに、まあ、サイド、いわゆるトーンを合わせるということと、あとは質感を合わせる必要があります。ちょっと夏だったらツヤっぽかったりとか、ちょっとこうプルッとしててもすごく可愛いと思うので、ほっぺの方にもトントンと表面にね、ワセリンを少し重ねてあげて、本当に青みがかかったピンク、ちょっと紫に近いようなピンクっていうのがパステル系のシャドウには相性がいいです。透明感がすごく出ますよね。アイテムは全然何でも大丈夫です。絶対これからこういう寒色の明るい色目がすごく増えてくると思うので、ぜひちょっと今回のような、ポイントを押さえてつけてみてください。ということで本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店を心よりお待ちいたしております。ありがとうございました。単色シャドウの使い方についてご紹介していきたいと思います。一般的にはこういったパ一般的にはこういったねえ、他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。